マヨジョ。え、仕事？また？前も急な仕事って。そう、わかった。いらー。私はみのり。私には長年付き合っている誠という彼氏がいる。でも別れるつもり。なぜなら言い訳ばかりの男だから。はぁ、ドタキャンもう何回目？この前も。そわそわ。また、やっほー。やっと来た。もう、遅いよ。映画始まる。いや、電車が遅れてて、俺もやばって思ったんだけど。しかも駅に着いたら着いたで、いきなり市役所の場所聞かれて。 Do you know this area? え、うん？それが外国人のおばあちゃんでさ、大変だったよ。最近外国人多いよな。へえ、偉いね。これが本当の話だったら尊敬できるんだけど、さっき改札から出てきたの見ちゃったよ。ちなみに市役所って英語でなんて言うの？ん？お前ね、英語で説明したなんて言ってないけど、俺が話せるわけないじゃん。直接連れてってあげたんだよ。だから遅くなったわけ。俺のトーレックの点数知ってる？知らないわよ。いつもの言い訳に言い訳の上塗り。そしてこの話題そらし。連休の前日にもドタキャンされたっけ？もしもし？悪い、温泉行けねえわ。おじさんが今朝死んだって。親戚のおじさんが亡くなるのはこれで2度目。前もおじさんに不幸があったよね。そのおじさんは父方のおじさんで、今回のは母方。いった、そうなんだ。大変だね。母方の家系で男は俺だけだからさ。俺、そのおじさんの若い頃に似てるらしくて、余計言ってあげた方がいいじゃん。言い訳。おじさんの浴衣俺にくれるらしいから、今度温泉行った時着れるし。仕方ないよな、おばさん慰めなきゃだし。それは言ってあげないとね。この誠のいつものパターン。嘘をついている時ほど聞いてもいないことまでペラペラ話し出す。約束を破っては言い訳ばかり。おお、疑いたくなんかないけど、バレバレなんだよ。そんなある日、誠？よっ、そろそろ終わる頃かなと思って待ってた。一体どういう風の吹き回し？怪しい。たまには一緒に飯でも食って帰ろうと思ってさ。たまにはいいだろ。好きなもん頼んで、今日は俺がおごる。どうしたの？やっぱり変だよ。いやー、いつもみのりには嫌な思いさせてるから、たまには償いを。償いね。なあ、今日週末じゃん。みのりの家に泊まっていい？うん、まあいいよ。なんか変だな、いきなり優しくなってるし。やっぱこの部屋落ち着くわ。ねえ、なんか隠し事してるでしょ。浮気？そんなことするわけないだろ。実は会社を辞めた。今日？3ヶ月前。はっ？だからみのり、お金援助してくれ。はぁ？実はアクションスターになる夢があってさ、デートも生活費も節約してたんだけど、ついに家賃滞納でアパートを追い出されて。みのり、お前に夢はあるか？こんな時だけ会いに来やがって。何が夢だ、このダメ人間。出てけ。後日。あ、誠の彼女だよね。ん？いや、元彼女です。元彼女。そうなんだ、あいつ元気？あいつ急なオーディションが入ったとか言って欠勤しまくってクビになったから。うーん、ああ、知らないです、別れたんで。そのオーディションも本当にあったのか、怪しいもんです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。